皆さんこんにちは、チャンタイです。パワプロ2017ペナント実況プレイ始めていきたいと思います。今回は交流戦ロッテとの3回戦をお届けしていきます。はい、ということで、前回前々回とね、かなり接戦だったんですけどね、なんとか勝ちをもぎ取ることができて今2連勝でね、このカードの勝ち越しは決まりましたけどね、3連勝を目指す、試合になります。はい、では先発はちょっとスタミナ回復しきれてないですね。ちょっとこれ、そっか、今これビジターの試合じゃないですか。だからポラリスのユニフォームですよね。で、今回たまたま1期生枠白石さんなんですよ。ちょっと白石さん投げさせてみようかな。そうですね、ちょっとなかなか交流戦じゃないと1期生の方を使うっていう機会も、まあ特に野手はそうですけどね、ないと思うんで、ちょっと行きましょうか。白石さん、おー、あやねさん。あ、なんかちょっと好調なメンバーも多いですね。ちょっとあやねさんは使ってあげたいかな。前回の活躍もあるんでね。では、ラリンさんとかも好調なんですけど、どうしようかな。ミリアさんとかコトコさんも好調なんですよね。久保さんがね、ゼフ長からもう、脱出したんで、まだちょっと不調ですけどね。これどうしよう。迷いますね。ちょっと、大園さん、ちょっと休ませようかな。で、ことこさんあんまりスタメンないんで、ことこさん行ってもらおうかな。では、そうですね、打順。与田さん3番で使います。いや、ちょっと待ってくださいね。いや、これでいいかな。このオーダーでいきますか。でユニフォームは赤の方が映えますよね。じゃあこれでしましょう。ロッテ、カラカラ投手ですね。あれ？カラカラ投手も変化球もうちょっとあった気がする。2個だけだったかな？ 3 つはあった気がするんですけどね、2016年度は。でもカットボールですもんね。変化量5ですけど。だからそんなに曲がんない。だからこれ結構打ちやすいかもしれないですね、もしかしたら。あ、スロースターターも持ってる。これはもしかしたら、打ちやすい方かもしれないですね。第9。ちょっと思ったより曲がんなかったな。掴みました。これでワンアウト。ランナーありません。バッター
投球はこれから3球目。ツーアウト、ランナーありません。バッター、三笘のサラブレッド。第9球投げました。カットボールはボール。まずは投げかけた高め。投球これから2球目。危ない球。さあ、ノーツになったんでね、甘い球来い。よし。バッター雪国の北野。さあ、北野さんは今日好調ですね、調子が。低めボール。投球これから2球目。カットボール見送ってストライク。第3球をランナースタートを切った。あっと引っ掛けた。フラフラッと上がった。サード落下点に入りました。ちょっと今ミートカーソル全然合ってなかったですね。はい、ということで今日はね、白石さんに投げてもらいます。前回のペナントではもうあのローテーションとしてね、ローテーションの一員として、先発ローテーションを守ってもらったんですけどね、このペナントでは初の先発登板になりますね。よし、わー、これはナイスプレー。江藤さんもね、何個か前の試合で、実際使って、ホームランとかもね、このポラリスのユニフォームで打ってくれましたけど、やっぱり白石さんにも似合いますね。うん。ちょっとパワプロの世界ですけど。あー、これもヒットになる。ボールは中継。高中、いいバッティングを見せました。乃木、先制のピンチを迎えます。投球これから2球目。2球目ストライク。第3球、3球目ストライク。ワンボール、ツーストライク。追い込んでいます。よっしゃー、ピンチは作りましたけど抑えましたね。白石、ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。2回の表、乃木攻撃に入ります。バッター、パワフル破天荒向井。投げました。これは上がりすぎたようです。今のはマジで暴れ球だった。噛みました。これでワンアウト。バッター取りません。バッター、覚醒した相手、佐々木。第9投げました。危ない球。もうカウンター2ボール。第3球を投げた。3球目ストライク。第4球を投げた。見送ってストライク。次は5球目ストライク。あれ、なんかちょっと思ったより打てないな。インサーさんもあと1本でね、ホームランは2桁いきますね。よし、ナイスバッティング。ちょっとね、ここツーアウトなんで、梅澤さん足は遅くないんでね、ちょっと隙があったら。ちょっと走る前に打っちゃったな。もうちょっと打てるかなと思ったんですけどね。まあ、まだ序盤なんで。あれ。
抜けるのか今の。よし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 。オッケー、ナイス。よいしょ。あ、よかったよかったよかった。びっくりした、今普通に取れると思ってたんですけど。よし。これはわずかに外れています。カウントワンボールツーストライク。投球これから5球目。流し打ち。オッケー、完全に今の集まらせましたね。2回の裏が終わりまして、0対0。乃木この回の攻撃がストラクターから始まります。荒川投手のスロースターターがなくなっちゃったんで、でもそれでもやっぱカットボールはね、変化量5ですけど、そんなにやっぱり曲がらないですね。ちょっとカーブは曲がるようにやっぱなってますね。変化球は打ちやすい球種ばっかなんでね。投げました。カットボールは大きく外れました。カーブがすげえボール。投げました。打ちました。続き。うーん、惜しかった。これでワンアウト。バッターコーナー切り込み隊長堀。第1打席は内野フライに倒れています。初球のカットボール空振り。さあ次の投球。第3球を投げました。外れた。ボール。ツーボールワンストライク。バッティングカウント。次が4球目。投げた。決まった。ストライク。さあ5球は5球目。投げた。打ちました。よし。センターへの打球。ナイスバッティング。オッケー。堀、ナイスバッティングです。堀さんもね、打率落ちないですね。3割5分ぐらいをキープしてできてます。ちょっとここは仕掛けたいですね。完全に外れた。ボール1球外してきました。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。第2球投げた。変化球ストライク。アウトローへ。第3球を投げた。ボール。完全なボール球。カウントは2ボール1ストライク。一塁ランナー飛び出している。やばいやばいやばい。いや、タイミングが。よし。あー、ダメか。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第9、ランナー走った。これは完璧。これはいいスタートが切れた。さ、堀さんもうね、盗塁数は独壇場になってるんで。さあ、次の投球。ちょっとここ一本欲しかったですね。3回の表が終わって0対1。マリーンズ、前回の打順は1番からの攻撃。トップバッターは加藤。最初のバッターボックスはショートゴロに投げています。第3球を投げました。よし、3球三振。やっぱり安定感がありますね、白石さんのピッチングは。よし、あ、結構ギリギリでしたね。これで2アウト。ランナーありません。初球に送ってストライク。まずは出てきました。投げました。ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた。3球目ストライク。追い込んでいます。投げた。打った。さあ、これはヒットになるか。鈴木、いいバッティングを見せました。さあ、2アウトから先制のランナーが出ました。やっぱりロッテ打線はちょっとね、あのホームランっていう意味だとあまり恐怖感はないんでね、ちょっとこういうヒットはね、あ、繋がれるってのはあるんですけど。よし、 OK。 ファーストこれは守備範囲内。
QVC マリンフィールドからお送りしております。さあちょっとねまだ2安打ですよね。雪国の開放北野、第一打席は内野フライに倒れています。いやーもう今のボールですね。うん、もったいないな。カウントは2ボール、ワンストライク。第4球を投げました。レフトボール空振り。第5球投げました。打ったショート正面。一塁送球。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッター覚醒した第1佐々木。今日の第1打席はスイングアウト。今のストレートがシュート回転してストライクゾーンに入ってきましたね。よし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 、空振り三振、平石三球で仕留めてみせました。会心の当たり、一塁を送る、アウト。ダフィいい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これで2アウト。打ちました。初球打ち、ポリバックしていった。あーちょっと今が無理だったかな。ピッチングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。バッターは9番。ちょっと飛びついた方向がちょっとずれてたんですけど、よし、やっぱ安定感が違いますね。白石さんすごい。よし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 、落ちましたね。オッケー。ちょっとここは何かしたい、何かしたいところですね。普通に打つってよりは。ちょっとエンドラン仕掛けます。オッケー、うまく抜けた。よし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 、決まりましたね。ちょっとスタートだいぶ悪かったですけど、ランナーの。さあここで堀さん、うわー、でも面白いかも。足速すぎる、マジで。これが内野安打。よし、チャンスが広がった。そしてアヤネさん、うん、ナイスカット。よし、あ、でもゲッツーはないかな。よし、あ、十分ですね。1点入るんだったら。でまだランナー残ってるんで。唐川投手はもうスタミナも。よし、オッケー、与田さんナイスですね。スタミナもね切れかけてるんで、そろそろピッチャーもね変わってくるんじゃないかなと思います。よし、ここでね2点追加できるのとできないのでは全然違うんでね。与田さんナイスバッティングです。バッター雪国の北野、
ここはよく選びました。うん、ちょっと、もうなんかコントロールが荒れてきてますね。なんかストライクが入んなくなってる。よし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 。うわぁ、ドンピシャだったのに。さあ、ここはランナースタートですね。最後の最後でいいコース来た。いやー、でもこの3点は本当に大きいです。あれ今ちょっとストライク取り行ったんだけど、外れてもボールカウント3ボール2ストライク。第6球を投げた。これは引っ掛けた。これは内野ゴロ。佐藤一塁踏んでアウト。ランナー2番岡田、今日はピッチャーゴロ。サードゴロ。投球これから2球目。もうわずかに外れました。カウント1ボール1ストライク。打ちました。 OK。やっぱり白石さんいいわ。ちょっと今日鈴木選手にヒット打たれてるんで。よっしゃ、ナイスピッチ。三振も取れてますね。ここでピッチャー変えてきましたね。もうスタミナも切れてたんで。藤岡投手、お、結構カーブの変化量が大きいですね。はい。で、コトコさんね、対左投手強いんで能力上がります。こここれはひどい。やってしまった。もうストレートのタイミングで今振っちゃってますもんね。なんかテンポが速いですね、藤岡投手。うわー、結構ストレート伸びてくるな。危なかった。今のはちゃんと見極めました。手が出なかったな。よし。OK。 よーし。いやー、見てて安心感がありますね、白石さんは。よし。森さん、打率が3割5分台からまたどんどん上がってきてますね。これもうね、首位打者も狙えるぐらいのところまで来てるかもしれないですね。いや、本当にテンポ速いですね、藤岡投手。
ハイス。いやー、おじさん、マジで打率上がってきてる。これで猛打賞。ちょっと、ごめんなさい、テンポまだないですね。なんか、投球間隔がすごい短く感じるんですけどね。気のせいかな。4番さんも左投手には強い。これ堀さんの足だとどうだろう。かなり浅いけど、よっしゃ、これはもう堀さんだから犠牲フライになりましたね。はい、これは追加点大きいですね。4点差になったんで。よし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 。ああ、これ取れないか。ゲッツーが欲しい場面。ああ、うまく詰まらせようと思ったのに逆に。しかも三塁から出る。しかもやばい、アタックポイント来ちゃった。ちょっとゲッツーはね難しいんで、あの足が速いんだよね加藤選手。ちょっとここ、あの、いや、レナッツさんと坂口さん好調なんで、ちょっと変えようかな、白石さん。うん、本当ナイスピッチでしたね。なので、右、左、左ですよね。どうしよう。右、左、左だったら、坂口さんでいこうかな。あれ？左、あ、逆境丸か。左投手に強いのかなと。よし！これは、ナイス！いいリリーフでした。あれ、これ堀さん打率もう向井さんとほぼ変わんないですね。さっきヒット打ったんで打率上がってるはずなんで。いやー、よし。ではちょっとことこさんはダイソー出します。じゃあ南さん行きましょうか。
投球は3球目ボール、カウントは2ボール1ストライク、一塁へ牽制球を送ります。ファーストランナーをちらっと見て変化球ストライク、インハイへ、一塁ランナー飛び出している、第5球投げました、最近ちょっと相良さん出してない気がするんで、ちょっと相良さん代打で使いますね。結構藤岡投手から三振4つもしてるんですね。うわ、意外と惜しかったですけどね。はい、じゃあ相良さんそのままファーストやってもらいましょうかね。はい、これで、あ、じゃあちょっとレフトもミリアさんに変えようかな。さあここは守備を変えてくるようです。よし、ボールを掴んでアウト、ワンアウト、第9球、初球、オッケー、うまくつながせて、ナイス、うまくさばいています。じゃあここしっかりリレーします。右打者にはレナッツさん、よし、いいよ。オッケー、ナイス。この2人の安定感は本当にいいですね。坂口さん、レナッツさんの。いよいよ9回に入ります。ちょっとじゃあ、あ、そっか、まだ大園さん出してないですね。ちょっとここで出しておきましょう。ラリンさんも絶好調なんで使いたいんですよね。ちょっとストレートがね、藤岡投手のかなり伸びてくるから打ちづらいですね。ああ。あまり5分9厘まで打率上がってる。これもう向井さん抜いちゃったかな。うん、これダメか。ちょっと彩音さんも絶好調なんですけど、ちょっとラリンさん使いますね。よし、ナイス、オッケー、ボールが点々と転がっている、ボールは中継、ナイスバッティングですね。長島ツーベースヒット。あ、ここでピッチャー変えてくるのか。チェン投手ですね。あ、ごめんなさい、チェン投手ですね。スライダーとカーブとフォーク。さあ今日与田さんね、3打点なんで、よし。うわー、やめて、危なかった。怪我がないだけで。ここで1本出ればダメ押しの1本になる。あー、ダメか。
では、セカンドを変えないといけないですね。ああ、そっか。山下さんがいるんで。じゃあ、セカンド守ってもらいます。さあ、ここは守備を変えてくるようです。じゃあ、最終回、リリアさんに任せましょう。オッケー、ナイス。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました。まっすぐ見送ってストライク。投げました。変化球はストライク。変化球にキレがあります。投げました。カウントワンボールツーストライク。投げました。よっしゃー。いや本当に最近はね、リリアさん安定してますよね。よっしゃよっしゃよっしゃよし。投げた、1球外した、ボール、カウント、ワンボール、ツーストライク。ああ、これ打たれちゃったか。ちょっとね、まだ3点差あるとはいえね、ちょっとここ、つながれたら、分かんなくなるんで。よし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 。OK! 最後も三振。よし、ロッテ3立てできましたね、ロッテニア。よし。ただ、3試合とも、まあ、そんなにね、大差のゲームなんてなかったですね。はい、今日はね、ちょっと白石さんを、まあ、そもそも先発ローテーションのね、5人がスタミナも回復しきれてなかったんで投げさせたんですけど、いいピッチングしてくれましたね。そして西武は伊藤、実況担当は堂前秀夫で QVC。三振もね、結構取れてたんで。もうちょっとね、唐川と、藤岡投手はちょっと正直打ちづらかったんで、まあ、あんなもんかなって思うんですけど、ちょっと唐川投手からね、もっと打ちたかったですね。そうですね、ここでつないで、で与田さんのこのありましたね、タイムリー。そうですね、ちょっとこの1失点ありましたけど、この後を引き継いだピッチャー陣が良かったですね。もう YSI 本当に完璧でしたね。いやもう本当にこの3人はなんかちょっと自分も操作してて、結構ね、もう、あんまりその、なんか、まあ、打たれる気がしないって言うとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、なんかこう安心して投げられる感じはね、本当にするんで。はい。ということでね、白石さん1勝つきましたね。で、リリアさんもセーブ数が最近ね、伸びてきてます。14セーブまでいってます。はい。そうですね、今日は8安打でしたけど、うん、4点も取れたんで、何より勝ったことが一番ですね。これで5連勝ですね。はい。ということで、移動日を挟んで、そうですね、この移動日があるんで、投手陣のスタミナも回復しますね、ここで。うん。次回からは先発投手陣も、スタミナある程度回復した状態で、3連戦、臨めると思います。で、次回からですけど、ホークスですね、ソフトバンクとの3連戦になるんですが、おそらく、かなりチーム力が高いと思われます、ソフトバンクは。ピッチャーも含め、打者もですね。なので、おそらく、かなり厳しい試合になることが、を予想してますね。うん。なかなか簡単に勝てるようなチームではないと思ってるんでね。はい。次回からの、ソフトバンクとの3連戦ですね。頑張っていきたいと思います。
次回はこの移動日を進めた状態でスタートしたいと思います。はい、では今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。